どうも、たっくんです。あと、相方のリベです。いやーねまあ、実写ではないけどね。はい、メガネつけてます。つけてますじゃない。つけて。いや、まあ、寝る前ね。寝る前になんか謎の雑談みたいな。なんか謎のオープニング流れましたけどね、どうやらあれふいしょノックアウト。はい、まあ、これもお守りだね。はい、いやーねーなんで寝れないっていうとね、起きたんがまさかの、ね、夕方の16時っていうね悲しいわな。いやね、こういう、あ、俺メガネかけたやつ、ちょっと、実写ではないけどね。こういう、人名君、まあ、人名君か、俺やと思ってね。いやいや、早寝ろやって話の、早出ないからさ。まあ、まあ、5月もなって、五輪があると思ったらないという感じさだ。しゃあないよね。んでね、これ、8年前SE そう、これ8年経ってんで、多分8年かな。 iPhone6 の SE チーンになってるから、これもうこれ、あ、待て、これかな。はい、もうか、あ、あ、でで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 でスプーンとかいっぱい入ってるよな、安い。これでもね、あと 48% じゃないか、やっぱ終わっちゃう、下手したら、消えるとこ見せれるかもしれないな。どういう、こういうほら、いっぱいこういうちょっと、スロット関係やら、メダルゲーム関係やら、謎になんかデュエル入ってるし、このデュエルどうやったっけな。四座、まだいらってないわけだけど、こっちの方は。あっちのマスターデュエルはいらっとるけど。これいっぱいなんか入れてるんでしょうね。久しぶりだ、こういうなんか紹介するの。めっちゃ入れてんなって話やけど。ボイコネ、ああ、ボイコネも言ってな。あと、ネタレ、これ、これ、この交換を、交換を、交換をアプリ1、2、これネタレ使ってますね。配信関連で。そんぐらいかな。ああ、あとこれとか、目標とかね。そう、これ目標とか。なるかな。さあ、とか使ってますね。そういうと、そうね、いっぱいいろいろあったりね。ほら、いっぱいあるんだよね。何これ、水面切りって誰なそこいっぱい、ほら、演出とかいっぱいあるんだよね。こうやってこうやってほら、ネタ使えるからねとかね、そういろんなネタで使ってるわけですよ。こういうのもできるかな気を死ぬんかい、聞くね、こういうネタで使ってるね。いろいろあるから、これ便利だね。いろいろこれやるから便利だな。バーンって死んでもらっとるやないかい。いやー、ゲーム風、ランドワン。ね、こういう風にいっぱいあるわけですよ。ね。いや、もうなんか、SE 紹介みたいになってる。はい、見てください。さっき 48% がもう 39%。そりゃそうだろう。だって 72% なんだ。あおだってそりゃさ、あれだよ。もうだって、なんだもう、ちょっと待ってよ。確かね、もうバッテリー、バッテリーで、なじみ、これなじみの言うてく。バッテリーくるメッセージ。ほら、もうな、もう。もうそういうことですよね。もうそれはもう 72% でもあかんやないか、こんなもん。8年、さすが8年。いろいろね、そういう音楽アプリは入れてますわ。ほら、ほら、もうおかしいもん。ほら、もう 35% になっとるわ。ジメカン反応ないな。切ったもんな。いやー。こういうたまには、こういう実写ではないけど、まあ、こういう紹介とかもありっちゃありか。どんだけ暇やねんじゃん、話だけど。
ほらね、ほらもうおかしいからね。もう 33% になってるからね。最初 50% ってもうおかしいからね。弾丸。これ火曜日メルカリ。リアリティも一応ピカピカもあげてるけど、これ、メインはもう、メインはもう、これ、こういう、こういう、ここら辺やからもう。あこういう阪神関連、関連とか、面白い。ネタ系は。脳内メーカーとか、おもろ。やってたわ。はーい、懐かしいやついっぱいあるな。メダルゲームやってたな、これ。もう、うわ、やってハマっとった、これ。お腹になったけど。もう、セブン。あー、ここら辺はツイキャス、これあれか、別、そうや、別端末ね。けど、で、デジーラン、で、ギガ、モンスト。で、バンブイ対抗とか、あー、これもやったの。33%、あれ、33%か、ほら。パズドラ。とか、いろいろやってますね、ブー。シーネ探知機。もう、何が得すんねんって話ね。あと、ま、電車情報みたいね。テンションおかしい人やな。くるでうしゅうたよりるやってるし、聞いた。で、謎に任天堂スイッチのなんかあれ入ってるし。ルーレット。まあ、こんなもんか。もう 72%、そりゃもう携帯買えなあかんわ、ただし。で、この 10R もね、もういつかは買えなあかんかな。13に。まあ、81% やから、まあ、まあ、なんとか耐えてるけど。はあ、まあ、こんな感じですわね。さよなら。8年前の自信なし。ディーン。っていうことでね。いや、こういう配信も久しぶりやな、ほんま。ね。まあ、見てくれてありがとうね。たまにはこういう雑談配信もいいかなと思います。ね、たまに。そう、歌ってみたシリーズが多いけどね、たまに、歌ってみたシリーズとか、あとゲーム実況、デュエルマスターの実況とか、音ゲーとか、いろいろ、まあ、考えてるんでね。ゴールデンウィークならしゃあないけど。まあ、いろいろ、なんか、いいのかなと考えてるんで、またね、見てください。イエーイ！わーっと、わーじゃない。謎にテンション高いんですけど。いやー、7分42。意外と早いな、時間って。8分だった気分かな。っていうことでね。見てくれてありがとう。たっくんの雑談配信でしたね。それでは、多分寝ると思います。おやすみ。バイバイ。